今回は工事コート、北長井というですね、奈良市北長井町に、あります、マンションのご紹介をさせていただきます。こちらね、内装もすごく、おしゃれになっておりますので、ぜひ一度チェックしてみてください。まずこちら、玄関スペースに、なっているんですけれども、ただね、シューズボックスかなり、大きいのがこんな感じでついております。でこちらがですね、お手洗いになっております。奥のね、あのアクセントクロスがすごく、可愛らしい感じになっております。でこちら、玄関収納ですね、こんな感じで本当にたっぷり、使っていただけますので、日用品とかね、あまり使わないようなものを置いといていただきますね。で奥がリビングなんですけれども、間にね、こういうちょっとしたスペースございますので、なんかね、おしゃれなものを飾っていただいたりとかもできますね。でこちらはですね、洋室になっております。各部屋にね、おしゃれなアクセントクロス使われてまして、こちらのお部屋はこんな感じのクロスになっております。で収納もね、これだけ奥がね、深いので大きなお荷物とかお布団とかもたっぷり入れていただけるようになっております。でこちらが、洗面所になってます。まずこちら独立の、洗面台、ちゃんと三面鏡になってますね。で室内洗濯機置き場ですね。で奥が、浴室となっております。ちょっとね、浴槽が、長いタイプになってますので、ちょっと足を伸ばしていただけるんじゃないかなと思います。で奥がですね、リビングになっているんですけれども、こちら端から端までね、大きな窓がついております。おしゃれな、ね、カーテンとかしていただけたらと思うんですけれども、こちらも、ね、こういう、ね、アクセントクロス使われております。お部屋によって、ね、色のタイプ、ございますので、また、一緒にご案内させていただけたらと思うんですけれども、こちらキッチンですね。ちょっと変わったタイプになってまして、それで、ね、真ん中に、コンロ置いていただいて、作業台も、ね、かなり広々としてます。で収納も上下たっぷりついてまして、女性の方でもね、手が届く高さに収納の棚がついております。本当にリビングはね、広いので、大きなダイニングテーブルとかソファーとか、ゆったりと置いていただける広さになってます。で隣が、こちら洋室になっております。こちらまた違ったアクセントクロスを使われておりまして、こちらバルコニーがですね、めちゃくちゃ広いです。これだけ広さございます。本当にね、メジャーマンションのね、バルコニーみたいな大きなバルコニーになってます。で奥が、和室ですね。 4.5 畳になっております。こちらもね、収納ついておりますので、本当にね、収納豊富な、物件となっております。内装もね、すごく、おしゃれになっておりまして、すぐ、裏手にですね、明治小学校がございますので、小さなお子さんいる、ファミリーさんにおすすめの物件となっております。駐車場もね、建物の下に、車を入れていただけるようになっておりまして、車お持ちの方でも、借りていただける、物件になっておりますので、ぜひぜひ早めに、チェックしていただけたらと思います。詳しくは当社のホームページをご覧ください。賃貸のまさきでは、奈良のおもてなし、奈良心で皆さんのご来店をお待ちしております。以上でご紹介させていただきました。バイバーイ。